噴火速報。鹿児島市の桜島に噴火速報。気象庁、気象庁によりますと、5日午後6時56分ごろ、鹿児島市の桜島で噴火が発生したということです。気象庁は噴火速報を発表し、詳しい状況を調べています。登山者など火山に立ち入っている人は身の安全を確保してください。今後の情報に注意してください。噴火速報は一定の期間、噴火が発生していない火山で噴火が発生したり、すでに噴火が発生している火山でより規模の大きな噴火が発生したりした場合に発表される情報です。桜島には噴火警戒レベル2の火口周辺警報が発表されていますが、レベルが上がる可能性があり、今後の情報に注意してください。民の声に続く。